皆さんこんにちはマンション管理士管理業務主任者の資格講座のガイダンスを始めていきます、えー、今回のお題がですね、えー、ちょっと長いんですがハイブリッドダブル合格コースはここがすごいということでまあ、約20分から30分ですかね、えー、まあ、主にマンション管理士管理業務主任者の、まあえー、資格の、えー、まあ、勉強方法 あるいはまあ今回ちょっと三、えー、月から始まるね講座の内容なんかをご案内させていただきますのでまあその間ね、えー、どうぞお付き合いいただければと思いますよろしくお願いします担当はレック専任講師の亀田ですよろしくお願いしますはいでは、えー、とまあ実際に私あのマンション管理士管理業務主任者の講座をですねまあ担当しておるんですが今回、えー、まあ三月からですねまあ東京の渋谷とそして、えー 大阪の梅田でですね、あの生の講座を始めていこうということで、まあ、ちょっと試コみロコロでもあるんですがねやっていく中の、まあ、ちょっと紹介をさせていただきたいんですがその前に少し、えー、皆さん今あの聞いている時がいつかっていうのはそれはバラバラなんですが、まあ、3月になっていくと視聴、まあ、ができるはずなんでその時で勉強進んでますかね勉強。うん マンション管理士も管理業務主任者も、えー、冬の資格、えー、試験となっておりますマンション管理士が11月の末の日曜日管理業務主任者が12月の一番最初の日曜日なんでねで今3月ですよね3から数えた34567890まだ890ってある中でもう勉強を思いっきりしなきゃいけないのかっていう声も確かにあるんですが、えー、やっぱりもう始めておいた方が絶対にいいです。 はい、あのーまあ、この資格マンションの資格が創設されて約20年弱経つんですが作られた時はですね、あのーまあ、知識が単純にそのまま出題されたっていうことで極端な話直前にガッと覚え込んでいけばなんとかなったところはあるんですね。ところが近年の問題見てみますと、あの料、ー、末説を聞いてるわけじゃなくて本質部分を聞いているんですが。 あの見せかけというかねあのうまく難しく見せるような形でよく練られた問題が多いんですねで、まあ、後ほど少し紹介しますがあの昨年度実施された、ね、試験なんですが、えー、こういったちょっとひねりを加えた、まあ、本質は同じなんですがひねりを加えたような問題が多くなってくるとあの短期で覚えるというよりも何回も何回も繰り返して問題をやりながら進めていかないとなかなか身につかないということでえー マンション管理士も管理業務主任者も結局のところ、このところ時間かけてある程度時間かけてね。やらなきゃいけないところです。で、長丁場になります。けれども、まあ3月、4月まあ春ぐらいから始めておくとですね。そのベースがしっかり出来上がってきますので、これはね。あの今年受けようという方が。 まあ夏から始めればいいだろうという気持ちはおいもうそれはね捨ててまあ今からどん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 進めていただければと思います。いろんなテキストなんかも上がってくるし、えー、レックでもやっとこさですねあのテキストも出来上がっておりますし、えー、書店にもありますのでねまあそういったところをまあ参考に進めていただければとは思いますねはいでです今回のまあちょっとこのガイダンスの趣旨なんですけれどもまあ一つのテーマとして。 通信で勉強しているということがですね、えー、なかなか難しいっていう声を聞いているんですね。あのまあ、通信というのはいろいろ形態があります。もちろん映像を見ながら、えー、今のようなね映像を見ながら学習するものもあれば教材だけ送られてくるものもあるし、それから教材とプラスね、まあ、図表などを配られるものまあ、いろいろ形態あるんですが。 比較的このマンション管理士管理業務主任者の講座がですねまあどこの学校を見てもまあ通信に頼っているっていうことはこれ確かに多いとは思います。はい。まあこれいろんな諸事情があるんですがえっ、ー、となかなか生講座が開催されないっていうのはまあこれまあ一つ特徴ではあります。でまあ 今の時代ですから、まあ、情報化がかなり進んでいる時代ですからどこの予備校であったとしてもほぼほぼ合格をするためには必要な情報をちゃんと提供してですね、まあ、形は違いでもそれでちゃんと合格するようになってるんですがやっぱりこの声が多いんですよ。ドコドコ社のドコドコ通信講座はやっぱりいうのがね、うん、あのちょっと心苦しいと言いた痛いところあるんですがその声は確かにありますが。 えー、私たちの目線からその講座なんかの内容を見てみますとですね決してそんんななことはないんですね内容的に不備があるとかっていうのもないしそれからまあこれだけやっていけば十分合格するだろうっていう情報量もあるんですね。ところがやってみた人の、まあ、多くとは言いませんけれどもねある程度の人がやっぱり通信い,まいちだなっていうのですねこれ何を言ってるかってなると結局のところ きつい言い方ですけど自分ががだとちょっと言い換えてるるころがあるんですよ、まあ、簡単な話でこれ通信の話なんですけれども通信になりますと自分で好きな時間に会えた時間に自分のペースで学習していけるんですがその反面やめるっていう選択肢がすごーく、えーまあ、甘い水として襲ってくるんですね。こ ちょっっと今年はしんどいからいいかからなっていうその誘いでその誘いにやっぱり負けてしまうと,、えー、っと1日ずれます3日ずれます1週間ずれますって気づいた時にはもう1か月遅れてあそれで直前になってしまうと今年無理だなっていうパターンで聞かなくなってしまうね。でおそらく、まあ、どういう兄弟だであれ映像であれ全部しっかり聞いていただくっていうところまで行く方が果たしてどれぐらいいるかなっていうのが 常々僕ずっと考えてるんです、ねはい、でなんとかこれを充実させってやるんでもちろんこのレックにおいてもあのなるべく聞いてくださるように分かりやすい言葉でそして、えー、分かりやすいテキストでそして問題加えながら進めていってるんですけれどもそれにしてもやはりあの、ま、最後まで全部こなせるとなるとなかなか厳しいところはあります。こここれはは現実でであるんですねで、えー、やっぱりここ あのまあ予備校なり学校なり通って、まあ、頼って勉強してるって方はある程度やっぱり心に弱いところがあってどうしてもそのしういいとうのその中でもやっぱり、えー、みんなで続けてもらおうということでいろいろ試行錯誤してるんですがまあ昨年も少しありましたが今年もそうなんですが、えー、少しね あの苦しんでる人は世の中に結構いるんですよということとそれからまあライバルというよりも同志と一緒に勉強してそしてわからないところは実際に私なんかにえまあぶつけてくださいということでですねえ場所も少し限定的ですけれども通信のコーダで学んだことをぶつける合わせて生のコーダを進めていきたいということですいません本題まで時間かかりましたが。 こちらのですね、えー、今日のお題にもありますね官業満貫ハイブリッドダブル合格コースということで、えー、日程先に申し上げますと、えー、東京の渋谷港3月17日、えー、各週、まあ、大体月に2回ぐらいの土曜日で進めていきますそれから、えー、同日開催ですけれども大阪の梅田駅前本校にて時間 若干ずれるんですかね。えー、こういった形でまあ二つのところですけれども、名もプラスアルファしてやっていこうという試みでやっております。まあその内容のまあちょっと紹介だとは思ってくださいですね。で、あのやっぱり強い人は通信だけで十分なんですよ。で、えー、そこでしっかりやっていって受かる人もたくさんいるんですけれども、やっぱりこの声が、えー、一歩通行なので、やっぱりそれからモヤモヤ感がずっと残ってるので、今後のところを先生に聞きたい。それから あの意外と一番多いのが孤独感に苛まれるっていうんですね一人で通信で勉強しているともう自分だけがこんな勉強しなきゃいけないそして自分だけこんだけやってるのに自分だけが点数伸びないとかね、まあ、そういう風になってしまうその不安を解消していただくです、ねえー、こちらですね生講座を用意しております。はい、でやっぱり あのいいいところと悪いとこころろ悪ありますあの通信に限りますと、まあ、いいところとしてはやはり自分の好きな時間にそれから自分のペースでできるんですけれども、えー、っと今年はもういいですよってその誘い水がね結構多くのしかかってくるのがまあちょっと悪いところではあります。 まあその点通っていただいて通学になりますとこの時間は動かすことできませんので少し反強制的にまあそこに行かなきゃいけないっていう状況に自分で追い込むんですね。で、えー、っと精神的にちょっと弱いくなってる時でもですね強制的にここ行かなきゃ次ないからっていうふうに考えるとまあそこで行くことは言ってそしてそのペースをつかめることができるんですね。であの3月から、え、っと 半年以上にかけて試験の直前までですね、まあ、大体月に2回のペースで、えー、ある意味ですねペースメーカーでありある意味あの継続のためのツールでありということで、まあ、進めていきますのでぜひぜひねあのすいません全国的にはまだ展開しておりませんけれども通える方なんかはぜひ通っていただければとは思います。はいでえー、っと お手元にこのパンフレットない方もそれからえっと映像なんかでねあのまあレクのホームページなんかからまあプリントアウトしていただいても構いませんけれどもすいません少しこのパンフレットを使って説明させていただきますのでその点ご了承ください。えー、大写しにしますのでね、まあ、そこの点はお願いしますですね。はい でまずお題なんですが、官、えー、業満貫ハイブリッド合格、えー、ダブル合格コースって言ってるんですね。でも私はあまり英語というか全然得意じゃないの、ね、で、なぜかそのハイブリッドってなん、えー、なんかなんか良さ相談するんですけども、えっ、ー、と企画をまあ立ち上げた人に聞くと、えー、通信でしっかり学んだ知識をあえて通学まあそのうち生講座でえっ、ー、と言いいドコ取りしたところで、そして実際に えー、インプットで学んだものそしてアウトプットでああそうかって気づかされたところをお互いに相乗効果を踏まえてハイブリッドしてダブルの合格をしていくとまあ通信のいいところとそれから、えー、通学のいいところこれを併せ持ったような講座を、まあ、進めていこうということなんですね。で皆さん、えー、ともしこのハイブリッド合格コースで、まあ、通学なされるとなると基本的には、えー、合格講座 まあこれはレクの帰還講座ですけれども通信私が担当しておりますカメラが担当しておりますがそれを踏まえての前提なので、まあ、そこで通学することによって一歩二歩三歩前へ進んでいただこうというあ狙いです。 まあ主に先ほど言ったように、えー、継続ですね、まあ、半年間、うん、孤独に苛まれるっていうところを一番防ぎたいということとそれから、えー、あのもちろんネックでも「指示中歌」っていうのであのメールなんかで質問を、まあ、ぶつけるところがありますがなかなかあの億劫になってしまうんですよだから、まあ、それだったら一度、まあ、渋谷校なり梅田校で梅田校は私とは別の、ね、松本先生がやっておりますけれども、まああのまあ、時間の範囲内ですけれども。 質問にももちろん対応ししますしそれから何といってもですね、えー、こちらもあの皆さんの、えー、まあ問題解くところとかそういうところを見ながらですねどれぐらい進んでるかっていうのをチェックしながらしますので、まあ、そこの辺でうまくね使っていただければと思うんですね。で、えー、日程ですがえー、とこれももしお手元になかったらですね画面止めるなりしてね、えー、見ていただければと思います。はい、えー と結構盆領としてあるんですねで、えー、っと真ん中の渋谷港で実際にこの渋谷港は私亀田が担当しますそして大阪の梅田駅前本港ですね、えー、っと松本講師ねちょっと写しとかないとね、えー、松本講師が担当いたしますので,でそれぞれ一貫してやっておきますで、えーっとまあ、大体月に2回ぐらいのペースの土曜日内週着昨年になりますと日曜日になりますけれども。 段階には書いておりますですので、まあ、ちょっと副題ととしててステップデミははついてはおりますで何をやるかなんですけれどもあの原則的にはインプットの講座をまあ聞いた上でということなので主にまあ基礎理解編とか、まあ、実力要請編それから全範囲総括編と進んでいくんですが基本的にはこの狙いですね。 過去問をいかに解いていくかというところ、まあ、そこに集中してまカリキュラムは進んでおります。あの、なといっても知識があったとしてもま50問のうちま7割程度のねこれを正解を導き出さなきゃいけないので、まあ、テクニックというわけではないんですが、問題を解く力、これを養うまことを一番の目的にしていると思ってください。 でですえー、あえて3段階に分けているのは問題を解くために一番必要なものって何ですかってその4択なら4択の問題を解くために一番必要なものって何ですかっていうのを最初にやっぱり感じてほしいので基礎を理解編と進んでいきます。簡単なな話でででですす、えー、知知知識識識に勝るももののはありませんので、えー、問題得上でも絶対的な知識量が これ、本当に必要なんですね。少し後で検証してみますがね。でもちろんそれだけではえっとたどり着かないところももちろんあります。で、知識を前提としてしっかり入れた上でですね。えー、少し変化球でくるところが最近多いんですね。そこに対応できるように実力陽性編ということで、まあ、これ結局分けております。けれども、基礎理解編まあ、知識を定着させながら問題ちゃんと解いていきます。 それから実力要成編その知識をもとにしっかり今度は解いていきます。で最後は本試験形式の全範囲総括型ということでね、まあ、結局まあ問題自体をレベルアップさせながらそして得点力を養おうという意図でやっておりますのでですので通信で聞いているインプットとそれと相乗効果を生むようにハイブリッドで合格していただきたいというところですね。はい、講座のの紹介はこの辺にししきましょうかね。 えー、ぜひ,ぜひあの無料体験などもございますので、えー、この当日ね、あのー、渋谷コーナなり梅高を着ていただいて、えー、こちらからまあ資料などはお渡ししますので、まあ、そこで是非体験していただければと思います。でまた今この収録を撮ってる段階ですとですね その資料を作ってる最中ですので関係がないんですが、おおよそこういう形で進めていきますというのがですね、えー、少しちょっと抜粋ですけれども、うんうん、持ってはきました。はい。どういうことをやるか、まあ最初の基礎理解編のところなんですが、あのここ1年のものすごく驚くことがあってというのはあの。 毎回毎回管理業務主任者もマンション管理士の試験の日回答速報をしなければいけないので実際に試験会場には行け,けないんですがスタッフがいたその試験を持ってきたところを模範回答を出すっていうそして何番が正解何番ということでこれをその日のうちに発表してそして私なんか個人的には何点ぐらいが合格点だろうということまでやっていかなきゃいけないんですがまあ こんな難しい問題よくみんな7割8割の人が解けてるなとかっていうふうにびっくりすることもあるし「えこんな青みたいな問題なんで半分ぐらいの人しか解けないの?」っていう2つの違う驚きがあるんですがそこが非常に顕著になってるっていうのは最近のまあ驚きというかね、まあ、傾向ではあります。で この試験、マンション管理士も管理業務主任者も同じなんですが結局のところどこで差がつくかっていうとやっぱり過去問でやってきた知識をどうかそれとまあそのちょっと,、えー、と応用力を思いっきり試されるものよりも比較的知識そのまま聞かれる問題の方が結構差がつくっていうところで少し検証しながら結局は。 ここを、ね、見ててししっかりしていかりいいいななきゃけうの初めて勉強される方も少し聞いてみてくださいそれから、えー、去年あんだけあったけどそろそろエンジンかけなきゃなっていうので今から始めようとしている方、はい、もうすでに、えー、合格構想を聞きながらっていう方もね聞いてくださればとは思います。はい、でえー、っと第1回目の3月17日に関しては民法討論の法令、まあ、民法等の法令を進めていく。 わけなんですが、えー、結構テーマが絞られて取材があるんですねこちらすいませんレジメは皆さんのお手元にはないとは思うんですがこういったレジメを用意しておきますので、えー、これはですねあの民法の中でまあ、契約を交わしたんですけれどもおかしな契約を交わした場合どういう方法で、えー、損害を受けた人を保護していくかということですねでこれおそらく民法をちょっとかじった方は ほぼご存知かと思います。相手から詐欺されたり、それから脅迫された場合は契約自体は一旦有効なんですが、後で取り消すことができるとしました。やったやったでもいいし、ああそうかそうかでもいいしね。で、これ当たり前の話なんですがあの一応日本の法律の形態とすると、まあえっ、ー、と例えば売買契約で A さんと B さんがいたとしましょうね。そこで えー、A さんがまあ本当は高い土地なんだけれども騙されて安く売ってしまった便ねこういうケースなんですがあの一応形として契約は成立しているんですがこれじゃあまりにも A さんがかわいそうだっていうのでもうかわした契約を取り消しまあそれだけなんですね。当た当たたりりり前前といいえばでででですすこいつ詐欺師救う必要は全くありませんのでね、えー、ですのね 詐欺された方がこれは一度交わした契約を取り消すということなんですが物足んないんですこれはこの知識としては、えー、そりゃ、えー、おそらく、えー、民法の一ページ目にこのことが書いてありますのでだいたいねみんな知ってるところなんですが去年の問題でズバリそのまま出てきたんですね、えー、あんまり勉強しすぎるという系のことを考えてしまうんですかねっていうことなんですが えー、詐欺された場合後で取り消すことができるそのままなんですねで、少し応用的な問題になりますと横に書いてあるように第三者っていう時ものが出てきたらどうするかっていうのを確かに問題となってくるんですね、えー、騙されました、えー、買いました詐欺師ですその詐欺師から第三者に行った場合はどう決着を図るかっていうとこれは必ずしも騙された人間が勝つとは言い切れない であるんですが大元元って騙された人間と騙した人間どっちを救うかって言って100%騙された人間を救うというのはもちろん世の中日本の民法です。とちょっと、えー、不りを大きくしてしつこくしましたがそれを前提にしてですねこれ私また画面を大写ししますからこのお題ちょっと考えてほしいんですね。えーっとまあ、このの中で昨年の問題 これ2017年の管理業務主任者2017年管理業務主任者で、えー、問い番号3番で取材されましたという問題ですね要点ちょっとチェックしますのでね、えー、売り主が A で買い主が B で、えー、これ契約をしました何の契約どうでもいいんですけれども1戸建て、えー、マンション1個ごめんなさいマンション1 1戸を売買契約しましたというところです。で 各足で正しいか誤っているかっていうのを判断する中でですねえーずーっと言って一番最後の4番ですね読み上げながら見ていきますね本件契約が公とは別の重工を購入するえ失礼しました3番でしたねあちらの3番です失礼しましたえ本件契約が B の詐欺により締結されました A に それを信じたことに重大な過失があった時でもだまされた A は売却の意思表示を取り消すことができるかってなるんですがえ先ほど見たようにどういう形であれだまされて購入しただまされて売っ払ったまあどちらでもいいんですがだまされて契約を交わした場合はだまされたものが取り消すことができるその通りですね。で これ逆にあんまり勉強してないとこれ素直にちゃんと丸にするんですがあの巧妙なあの確かに基本知識しか聞いてないんですがこの昨年のこの2017年の巧野さんまで何が巧妙かっていうとまずここに「えっ?」と思わせる言葉を入れました。 重大な過失があった時すなわち騙されている人間もそれなりの、えー、騙される落ち度があった時に果たして取り消すことができるのかっていう話なんですが、えー、一応しっかりした日本国の民法ですから詐欺師を救うことなどはちょっとありえません、うん、ですので、えー、詐欺しましたね詐欺されましたねこの詐欺した方を救うことが などありえないのでこの当事者においては騙された人間を徹底的に救うっていうのはこれどこまでいってもなんですねたとえ、まあ、この言葉ですね信じたことに重大な過失があったと言ってもそんなもん言ったらあのいわゆるオレオレ詐欺なんかだとあの騙されてる人それは自分の不注意が結構で騙されてますねその人を救わないってありえないですよね、まあ、ちょっとと民事と刑事刑の派問題も出てきますがね。 あの詐欺師と騙された人間で詐欺師を勝たせるっていうことは,こはありえないですねでこれが何か勉強進んでくるとどうしてもえっと思ってくるのがやはり、えー、第三者が出てきた時は必ずしも騙された人間を救うとは言い切れないっていうこともあるんですね。でそのふりをですね足の1番とか2番あるいは足の 4,、えー、4番でですね第三者を絡めてしかもあの特に足のそうですね 1>, えー、1番とか2番、えー、なんかではですねあの第三者が要は、えー、知ってるとか知ってないとかっていうのを踏まえてそして絡めてきたりそして最後の4番これ錯誤は確かに勉強していると、えー、勘違いですけれども自身に重大な過失があったら無効うできないっていうところもうどうしてもかすめるように作ってくるんですよ。が 大元考えましょう第三者出てこない場合の当事者における詐欺で詐欺師を救うことなどありません。は,い、足の4番は勘違いのケースなので相手方のことを考えて確かに重大な過失があった場合は無効主張できないなどの知識はあるんですが詐欺師と騙された人間これ100%詐欺師が負けて騙された人間が勝ち。 ここのルールーは結構抜いいて欲しくないところなとろんです、ね、で、しかもうまく作っているのが足の3番だけは第三者を絡めてこなくてそのままストレートに聞いてでそこにちょこちょこっと惑わすような言葉重大な過失があったと聞いてるのは詐欺は取り消すことができる騙された人間がねそれだけなんですがえー、いろいろ 色をつけててごまかしてくるという手法なんですよこれ基本さえ分かったら絶対落とさないんですが実際にこの試験昨年度の試験でこの足の3番こちらが正しいということでたどり着いた方がですね全受験者の半分ぐらいその全受験者の半分といえどもこれレックにアンケートをくださった方なのでレベルは高いです大体だ,いいださった方は半分ぐらい受かっていくんですね。 その中で半分ぐらいの人しか答えられなかったちょっとこの点がありえなかったというものですね。もでもっとありえなかったのが、えー、っとこれもすいませんちょっと画面に大写しするんですがあの代理の問題ですねで最近代理の問題もマンション管理士管理業務主任者もまあよく出てくるんですがそこで出てきて絶対に取らなきゃいけないっていうようないわゆる、えー、代,理に代理権がないのに勝手に契約結んだ場合ですね。 でその時に相手方が非常に不安定な立場に立っているのでどういう権限行使ができるかっていうところでこれ意外とす,すぐ言えないんですね。四つの権利があります。相手方は無権代理行われてその相手方巻き込まれた人間はね、えー、追認してもらったら非常に万々歳なので追認するかどうかっていうのこれを本人に再告します一番上ですね。えー、それから、えー、っとその不安定なもう地位はこちらからおさらばだということで。 交わした契約を取り消すことができます取り消すことができますはい、えー。続いて諸悪、えー、の根源を作った権利のない代理人に対して損害賠償とかそれから履行請求とかしていきますもう一つは本人もない中の関与があったのでその本人に対して契約自体は、えー、効果が発生しているとまあ主張することができるよというの権利があるんですが一番簡単なところが昨年出たんですね 要件だけです上から単純にこの催告っていうのはその代理権その無権代理した人間に代理権がないということを知っていたとしてもこれできるんですね。その下は取消権さすがに知っていたらできまません、えー、知らなかった時に限定しておりますでこれ知ってることを悪意知らないことを善意と結んでますが結局この催告権というのは悪意でもできるということね これ絶対覚えとけっていうので,でさらにこの下の2つに関しては重い、えー、これは保護規定なので善意だけではなく無過失過失もないことって覚えとけばいいんですがこれほんとそのままだったんですね、えー、これも昨年の問題で代理の問題でしたで今回がこれ、えー、っと足の4番なんですが、えー、これ文読まなくても結構です、えー、チェックするところをたどってみてください、はいえー、そこは 下から二行目三行目のね誰が代理人うん完全に「C に代理権がないことを B が知っていた」まあ実を言うと相手方してそこでその B は A に対して相当期間内に当該行為を追認するかどうかの催告をすることができますか あるんですが、知っていた時はできないと言い切ってるんですね。最高って何でしたっけ？先ほど知っていてもできるっていう話でしたね。で、これもあの代理の勉強している人でここやってない人なんか一人もいない。もっと極端な言い方すれば、試験会場でこの知識を知らない人。 なないはずなんですよ少なくともレックにアンケートを下さったね方々は知らないわけがないんですよ。ところがこの問題も正解率だけでいうとうんそののの程度のものなんですね、あのー、先ほど言ったように半分ぐらいが受かる人のそのレベルが高い中で正で623%しか回答できないですね。でこれも やり口は非常にでですね巧妙で、えー、事例を1番2番3番の中で、まあ、ちょっと変わったところを聞いてきて「えっ、ー、えっ、ー、えー、とちょっと焦らせておいて4番までたどり着いた時にはもう思考回路が止まって一番寛容なものがちょっと手に届かないというような巧妙なものだったんですね。 でおそらくこういった傾向これマンション管理士も同じなんですけれどもこの数年続いているもちろん知識をストレートに聞くっていうのももちろん多くはあるんですが少し、えー、ひねりはしないんですけど周りからですねちょっとややこしく見せるというちょっと形の難しさの問題絶対増えてきます。今も増えておりますで最後、まあ、この先ほど言った え通っていただいて渋谷港なりえーまあ梅田駅前本校に通っていただいて過去問を解ける趣旨っていうのはですねこういった少しひねり加えたりそれから周りからえ難しく見せるような問題こういう問題がいかに解けていくかっていうことをちょっと実験実践としてねえ自分の身でああそういうことかっていうのをどん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 分かってもらうようにしていく。 講座ですちょっと無理やりでですねあの講座の、まあ、ちょっと誘導みたいになりましたからが、えー、とこの試験どうあがいてもこの過去問を制覇することにはしえー、れないことには合格はおぼつきませんので,、まあ、今,で今まで出てきた最低でもその過去問ね、えー、そういった簡単なことを難しく聞いたり難しく見せる、まあ、そういった手法をこういうパターンできますよっていうことをねどん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 紹介しながらやっぱり問題、えー、実際に解いていってその 実践力を高めていく講座で,すので,です、ね、あの特に今とりあえずダブルコー講座のその通信、えー、江戸で見ているっていう方ねあの、まあ、気分転換にもなりますそれから苦しんでる人それから仲間いろいろいる中でですねぜひぜひちょっと買うと買うと見合わせて、えー、そして、えー、自分の実力をアップさせていただければこれ幸いと思っております。はい 3月17日です私亀田は3月17日こちらしましょうかねすいません3月17日渋谷港にまい、あ、りますのでそこでぜひぜひね体験していただければと思いますはい大阪梅田駅前本校同じ3月17日で13時30分とずれておりますはい講師は松本講師が頑張ってやっておりますので、まあ、そこもね踏まえてやっていただければと思いますはい まあなんだかんだだかやっぱり30分ぐらい経ってしまいましたがね、あのー、ぜひぜひ、あのー、合格ということを第一目的として、えー、そしてですね、もうそうなったら私たちが提供するような、えーまあ、講座なんかをぜひぜひ利用していただければというところでした。はい、それではマンション管理士管理業務主任者の、えー、と資格講座説明会ハイブリッドダブル合格コースはここがすごいということで、えー、説明させていただきました。はい、い、えー、ありがとうございました。